ウッドサイドパーク駅は、ロンドン北部、バーネットロンドン特別区、ウッドサイドパークにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ノーザン線ハイバーネット支線、ウェスト、フィンチリー駅とトテリジア&ウェットストーン駅の間にあり、トラベルカードゾーン4に含まれる。駅名標あたり駅は、エッジウェア、ハイゲート&ロンドン鉄道によって建設され、A&LR を引き継いだグレート、ノーザン鉄道により1867年4月1日、トリントンパークとして開業した。当駅は、フィンズベリーパークからハイゲート経由でエッジウェアに至る路線上の途中駅として開業したが、開業から1ヶ月でトリントンパーク、ウッドサイドに1882年にはウッドサイドパークに改名されている。1921年鉄道法により、イギリスの鉄道会社はビッグ4と呼ばれる4社に再編され、当駅は1923年からロンドン&ノースイースタン鉄道の駅となった。イーストフィンチリーから分岐するハイバーネット支線は1930年代に始まったノーザンハイトと呼ばれる開発計画の一環としてロンドン地下鉄の路線網に組み込まれ、1940年4月14日に電化が完成、ロンドン地下鉄ノーザン線列車の乗り入れが始まった。電化完成からしばらくの間はロンドン地下鉄とロンドンノースイースタン鉄道双方の列車が運転されていたが、ロンドンノースイースタン鉄道による旅客列車の運転は1941年3月3日に終了している。当駅にはエッジウェア、ハイゲート&ロンドン鉄道が建設したビクトリア様式の建物が残されている。ロンドンバス383が当駅を経由する。跨線橋から南を見た駅前景ホーム。北を見る。奥に跨線橋が見える。南後ホーム側の入り口あたり駅周辺には石油貯蔵基地だった広大な空き地があり、後に駐車場に転用されているほか、マンションが立ち並ぶ一角がある。当駅は地上駅で2つあるホームのいずれにも車椅子でアクセスすることができる。南後ホームに直結する駅舎は、ウッドサイドパークロードのクルドサックの終端にあり、駐車場の入り口に隣接している。駅舎の正面壁には、ビクトリア朝時代に作られたものであることを示す、VR のイニシャルがある、郵便ポストが設置されている。北後ホーム側の入り口も、ホールデンロードから分かれた、ステーションロードのクルドサック終端にある。こちらの出入り口には、改札機が設置されておらず、駅前にはタクシー会社の事務所があるだけである。二つのホームを結ぶ跨線橋があり、この跨線橋には駅の東西を連絡する機能もあるため、改札口を経由せずに跨線橋を利用することができる。当駅は住宅地の中にあり、周辺住民が商店の建設に反対している経緯から、駅周辺に小さな喫茶店と新聞売り場以外の商店がない。ありがとうございます。